はいじゃあ枝だやばばばやばばばーんできるスパーカバーンあいた奥側医療室オケ武器はあったよ俺も AK 拾った違う違う違う正面いるからオッケーナイスもう一人どこだわかんないまあいいかじゃんドバリにしたこっちオッケー厳しいな後ろ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 どこだあれえあ普通にあそこか普通に撃たれたんだ俺わかんねえちょ回復するわはいはいで、あとどこだこっちだっけ、うん、俺の見てる方にいるねあの円ぐらいのとこ円ぐらいああそっちになるほどね大丈夫あれあれだわショットガンだわそこねそこもおるよいややり行きたいな行くも行っちゃうたいんだけど左からかこれさすがにあいつからだよなあのね、うん、南の方はもうサイガしか持ってないんでほうほうほう無視でいいと思うんですよオッケーあっちいるはずなんだよまだほいほいあれ怖いから任せてほいあいやいやそこいんのかよオッケーナイスナイスナイス知らんかったあそこいえ俺ずっとそこの方で撮ったあそういうことかすまんなんか危ねえ一周するよ一個ずついるからうわマジか大丈夫オッケー一周するんだね俺一個ずついるんだよ本当にオーケーオーケーマラソンだマラソンあと一個あと一個は一番奥なんか M4 かなんか落ちてたよ、うん、落ちちゃったいいのいや俺もらうわじゃあいいよいいよ最後はねあの多分あっち側にサイがいるおいあこれがいいねよいしょ行くよ。オッケー。変形？いやわかんない。こっちにいたのは確かだよ。あれ？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 おかしいな。おかしいね。おじちゃんは確かにここにいるって言ったのにな。あれで？あれれ？まあいっか。まあいいな。気をつけて。大体こういう時は背中取られるから。一応もう一周だけしとくもう一周だけここだけ見とくワンちゃんここなんじゃないかと思ってありえるいいねえもう行くか行こうかほらほらあぶねえあぶねえな、いるんすよ本当に今俺自分を褒めたよく反応したあぶねえあぶねえ死んだと思った今二人ともよしよしよし行くぞドリンクあるドリンクラスト使った分かった置いとくねオッケーお茶くん、はいはい。人にはね、誰しもね、こだわりってものがあると思うんだよ。はいはいはい。自分ルールがあると思うんだよ。はいはいはい。ワークロック的なやつね。自分ロック的なやつでしょ。大体そんな感じ。あ、いた。どこ？すぐそこ。の岩。15ぐらい。オッケー。15。そこそこ、ここ。オーマイガー。オッケー。ん？あれ？ん？15ってさ、こっちだよね。いやそうなんですよ、いたんですよマジでまあ、重戦してる確かにでしょでしょいるいる、多分いるちょっとどこかわかんないっすね一応見てるけどわからん俺回ろうか俺うん、ちょっと俺平和いるわあ、いた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 あ、違うわどこしかもあっちでもいいんだ、やべえなあ、いたいた、なんかどこここでしたどこでした？え、じゃあここに足今。え、マジ？ここにだよ。え？一人。あ、そこ、あ、それ近。それか。うん。よく分かんなかったね。全然分からなかった。あと裏でも重戦したね。あ、やっぱそこいたよね。お、いた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 。そうなんですよ。マジ見えんかったわ。この草が守ったのかな？はい。どうぞ自分ルールさん。あ、忘れたわ。ルールもそんなあったもんじゃないよ。いやあのね、はいはい、俺一個昔から決めてて一回まだ破ったことないルールがあるんだよ。はいはいはい。マッサージに行った時に、うん、絶対にどんだけ痛くてもあの痛い痛がらないあの緩めてくださいとは絶対言わない。あの強がるってことでしょ、うん、分かるそれはめっちゃ分かる多分人生で一回もあのやっぱ耐えきれなくてうんみたいなことあるかもしれないけど、うん、痛いって言ったことないし弱めてって言ったことないんだあーなんかねーそう特にねやっぱ台湾式マッサージ、うん、俺痛く感じちゃうんだけど
や、めちゃくちゃ実際の足元が痛いじゃん。そうだね。ただなんか痛いって言うとなんかかっこ悪いみたいなさ、うん、他のお客さんはこのぐらいでやってますけどみたいな感じなのかなと思って。いや、わかるわかるわかる。あとさ、うん、そのマッサージの人が、うん、その強さ選んだわけじゃん。まあそうだね。ってことは最適解ってことだよ、それが。可能性あるね。俺はそれに、はいはいはい、あらがいたくない。なるほど。どこいた？え、なんかそこに手前にいた。手前？気絶だよね。気絶。おー、当たんない。いたいたいた。どこ？ね、345のマンションに上がるところの下。回ってくるかな、あれ。いたいた。わかった？わかった。二人行きましょうか。あ、そこ行ってもいいっすよ。ほんと？いや、まあどっちもいいや。行った方がいいんじゃないかな。ほいほい。ん？え？いないよ。え、どこ行った？怖っ。怖っ。逃げた方がいい。どこ行った？逃げた方がいい。一回離れよう。ああ。危ない匂いはする。これ潜った。潜ったね。これ潜ったね。完全に潜ったわ。あのね、ダイブされたら危ねえんだ。あの、大体ね、片方失う。もうこれ行くふりしたら出てくるんじゃない？まだいい。結局いるじゃん。同じ場所。レイちゃん、どこにこもれたんだろうね。わかんねえし、怖えし。今こうやるわ。あ、出た出た。じゃあ出て、ちょうど出てくる。うわぁ、ちょっと当たったけど、ギリギリ。気をつけて。詰めて、詰めて。オッケー。裏から攻めます。いや、表でいいや。うわぁ、痛い痛い痛い。ナイス。またどっかに消えたのかと思ったよ、今。強かったなぁ。危ねえ危ねえ。こっから持ってく？あ、いいっすよ、あげる。マジかよ。あともう一個あった。はいはい。自分ルール。はい。多分こっちはさらにしょうもないよ。なんすか？ゴミ捨てに行くとき、はい、ゴミ捨て場行くじゃん。うん。絶対に、その、分別してゴミを捨てる間は、息を吸い込ましない。ごめん、息用の後、なんつった？息をしないようにしてる。ゴミ捨て場で俺は絶対に。あ、そうなんだ。前、それちょっと、吐きかけた。息止めすぎて。いやー、まあでも言いたいことわかるな。ゴミ置き場は確かに俺もなんか、息吸いたくないかも。うん。吸いたくないなら自分料理とかじゃないんじゃない案外。普通にみんなそうやってる可能性ない。あ、でもね、マッサージも結構やってる人多いと思うんだ、それ。あ、俺あった。何？靴下脱ぐとき、うん、必ず手を洗うとき一緒に脱ぐ。どういうこと？要はうちんち、うん、洗面台おと洗濯物を置くところを一緒にしてるのよ。あ、で、どっかでパポイって脱いじゃうと、あ、なるほどね。なんか靴下がポイポイってなるじゃん、うん、で、それを捨てに行くのってさ、二度手間だなと思ったから。まあ手間だね。手を洗う時に靴下を脱ごうっていうルールある。これこそが自分ルールなんじゃないか、なんなら。ね、ごめん、自分で振っといたけどさ、うん、なんとも突っ込みづらいな、なんかそれだろう。でもな、実際の自分ルールって本当にこういう日常の日々よ。いや、まあ、そう、それわかる。言うたら、つまり俺は今のは悪くない。悪くはない。悪い。あ、エドブレムじゃん。俺エドブレムいいんすか？俺いいよいいよ。ほら、じゃあ自分ルールが俺の方が良かったからもらうってことでいいんすか？それは違う。俺の方が良かったから。だって、いや、かわいそうだからあげた。あ、そうなんだ、うん、それで自分ルールなんだ、かわいそうならあげようって。エーザーの自分ルールじゃないっすよ、それ。いやいや、普遍ルール。いやマッサージのは完全自分ルール。絶対にみんなあんま言えないと思うよ。違うよ、それ日本人だと思う。いやいや、違う俺は違うんだ、これは。なんすか？本当に海外行った時に、うん、そのなんか知り合いといてさ、うん、もうなんかもっと強くね、もっと強くねって知り合いに言われたんだ。はい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 。そので、気持ちよくなっちゃって、マッサージの人も、うん、じゃあ、おばさん本気出しちゃおうかなみたいな顔出してやられたんだ。いや、えぐかったけど、うん、俺言わなかった。そうなんだ。うん。泣いたもんだ、ちょっと俺。あ、ここ痛ない人。痛いよね、でもね、わかるよ、マッサージ行きたくなってきた。ほんとにさ、首凝ってっからさ、一生言ってるけど。一生言ってる、確かに。首がマジ凝ってんだよね。で、他人ルール逆に考えない？他人？あ、自分じゃなくて。あ、お茶さんにじゃあ俺一個他人ルールお願いしたいわ。違う、お願いしたいっていうか、妄想。吉野家行くとき絶対牛丼しか食べなさそうとかさ。俺豚丼の方が好きなんだよ。あ、そうなんだ。うわ、めっちゃ近い。完全逃げするわ、完全逃げするわ。いいね。的な話をよ、言いたいのは。気をつけてね、はいはい、早くしてないか。お茶さんなんかあるのかな。
ん、誰だ、どこだ、わかんねえ、あれか、ここ、今来た、来たか、あれか、それだね、まさに。ああ、ダメか、あれ多分めちゃくちゃ痛いよ。おいおい、一個前抜き行こう、俺。おい、手前から。これ私が抜かないといけないやつですよね、いわゆるね。そうだよ。お、え、それ大丈夫？大丈夫大丈夫。これなんかめんどくさいな、裏から来られたら終わるしな。そうだね。グレラン？ひょっとして。ああ、いいよ。どの辺だろ、今。今、岩裏だね、相変わらず。あの、届いてないや。届いてるわ。あら。いやいや、別にいい。いたね。全然、全然、全然いい。全然痛くない。一人かな。一人かもね。オッケー。ナイス。終わったね。いいね。なんかないんかな、自分ルールって。お茶さんなんかそんなそうだよね。ないね。俺ほんとないんだよね。こだわりがさ。んー、でも欲しいね、自分ルール。いやそうだよ、やっぱかっこいいじゃん、守るものがある男は。確かに確かに。君は何かないの？あ、餃子の王将、あーあったあった、日高屋で、うん、俺は必ず汁なしラーメンを食べる。いや、あの前違うの食ってたよ。あらまあいい、柔軟に生きよう。自分ルールなんか作ったって君の人生を狭めるだけさ。なるほどね、なんか深いようで浅いね。うん、何もない男の何もない発言だね。こうやって何かがあるといいな、うん、あのバイクのとこいいよ。バイクのとこいいの？撃たれてただけじゃないの、あのバイクは。いや違うよ、マジバイクの裏いるよ。ほい、抜いた。ナイス、強いな。まあ自分ルール貸してるから、ね、まだいるじゃん。そうそう、ん、一人来たやつ、一人来たやつだった。気をつけて、あ、後ろ後ろいるよ。おー、オッケー、終わった。やれ、やっぱ自分ルール持ってるやつは強いってことなんだ、このゲーム。俺はね、気づいた。さあ君もこの試合が終わるまでに自分を一つ持つんだ。分かった、きっと強くなれる。例えば飯を食う前に必ず手を洗うね。洗ってなかったね今日。えちょっとあの小腹空いたし食おうよって言ってお茶さんはそのままパン食ったね。まあまあパンだしさ。いやパンは飯じゃないんだねえよ、もういらねえわ自分ルールなんか、ほっとけ好きに生きますよ。生き方なんか自分で決めろ、バカ野郎が。まとめたね。ああ、あったよ自分ルール。何？自分の人生は自分で決める。そっか、かっこいい。かっこいいと思う。キュンキュン今マジでキュンキュン、あのきついって思っちゃってごめん純粋にときめきメモリアルだって。お前もう一気にゲージ限界まで溜まってっからな。もうガッツリ振ったわ振ったソフト振ったわ今うん、自分ルール、はい、危ない時は伏せて動かない。はいはいはい、それ守るんですか？いや、これは守るよ。今は守ってて、今危ないじゃん。危なくなくなったら立ってよ。いたどこどこ、いったね、そこの俺から見て15のとこじゃない、なんかそこに段ボールのとこ。一人気絶対、一人やりきった。あとどこ、ここにもう気絶いるってことは、うん、さすがに終わるんじゃないですか。お茶さんの自分ルール今決めて、俺が最後の一人は自分が倒す。どうだ、決めてくれ。 俺が倒すってこと。そうだ、分かった、奪ってやろう俺奪う側だからあ、そうなの、うん、サバイバー的な。何もなく終わるか、格が決めるか。はい、勝っちゃなんでもいいけどな。でもこれ相手が勝って終わる可能性もあるから気をつけて。確かに、開いた。あ、本当だ、これは俺のグリラン。死ぬほど、死ぬほど撃って、死ぬほど、死ぬほど、死ぬほど撃って、ほらほらな、死ぬほど撃ってやったわなんもなかったな